第二代、オーモンド・コー・ジェームズ・バトラー第二代、オーモンド・コー・ジェームズ・バトラーは、イギリスのアングロイコール・アイリッシュ系貴族、軍人。1665年、初代、オーモンド・コー・ジェームズ・バトラーの長男のオソリー博・伯トマス・バトラーとエミリア・ファン・ナッサウの長男として生まれた。母方の祖父は、オラニエ公マウリッツの諸子ローデウェイクで、諸出ながら、オラニエ家と血縁関係があった。 1680年に父が急死したためオソリー白衣を継承、オーモンド校くらいの後継者に選ばれた。1683年に、騎兵隊長に就任。1685年に、イングランド王ジェームズ2世の即位直後に起こった、モンマス公、ジェームズ・スコットの反乱鎮圧に貢献した。1688年に、父方の祖父が亡くなりオーモンド校くらいを継承。 同年から1716年までダブリン大学学長を務めた。同1688年に名誉革命が勃発するとジェームズ2世を裏切ってウィリアム3世に寝返り、恩賞として翌1689年に大芝、この駅兵隊長に任命された。1690年にボインガーの戦いでジェームズ2世を迎撃した後は大陸に渡り、大同盟戦争に従軍。 1693年のネイルウンデンの戦いで捕らえられたが、ジェームズ2世紀の諸子、ベリックコートの捕虜交換で解放されている。アン女王の治世になると、スペイン継承戦争にも参戦、ジョージ・ルーク指揮下の海軍に所属しカディスの戦い、B51 の海戦で手柄を挙げ、1703年から1707年までアイルランド総督を務めた。1710年。 イギリスの総選挙で、トーリー党が、ホイック党に勝利すると1713年まで、アイルランド総督に再任。翌1711年、大陸のイギリス軍総司令官マールバラコー、ジョン・チャーチルが失脚すると、トーリー党指導者のロバート・ハーレーとヘンリー・シンジョンの、後押しで公認の司令官に就任、北フランス戦線で、プリンツ・オイゲンと共に、フランス軍と相対した。しかし、 マール・バラコーの失脚は、トーリー島とホイック島の製造が絡んだ事情からで、あり、政権を取った和平派のハーレーラ・トーリー島は、オーモンドに積極的な戦闘を控えるように指示、オーモンドも、フランスの将軍ビラールと内通したり軍を動かさず、終始不戦の態度をとり、1712年にイギリスと、フランスの単独講和が成立すると大陸から、イギリス軍を引き上げさせ帰国した。 イギリス軍のいなくなった同盟軍はフランス軍に敗北、スペイン継承戦争の終結につながった。ところが、トーリー島は大い継承問題で内部分裂を起こし、アンジョ王の死後即位したまたいとこのジョージ一世と結びついたホイック島によって、ハーレー・シンジョンら主要島員が弾劾、罷免され、オーモ門ドもホイック島に弾劾されすべての官職と、公くらい及び財産も没収され、 ジャコバイトと結んで反乱を起こしたが失敗してフランスへ亡命した。その後1719年に四国同盟戦争に従軍したりジャコバイトのサイドの反乱に加わったがイギリス上陸に失敗し友軍のスペイン軍もイギリス軍に敗北、イギリスへ戻れないまま1745年にアビニョンで80歳で死去。1682年にロチェスター博ローレンスハイドの娘アンと 結婚、1685年に、暴風男ヘンリー・サマセットの娘メアリーと再婚したが、どちらの結婚でも生存している男子がなかったため、イギリスに残った弟のチャールズが、アイルランド貴族としてのオーモング行為を継承した。1682年に、アン・ハイドと結婚したが1685年に死別、生まれた娘メアリーも1688年に溶接した。 1685年にメアリー様セットと再婚1万二条を設けた。ありがとうございます。